2017年12月31日に放送される第68回 NHK 紅白歌合戦にて AKB48 が視聴者投票をもとにしたスペシャル企画に挑戦することが明らかになった。昨年2016年の紅白では視聴者投票で選ばれた夢の紅白選抜48人でぶっつけ本番でパフォーマンスした AKB48。 今年は紅白歌合戦のテーマ夢を歌おうにちなんでパフォーマンス曲を視聴者投票で決定する。紅白史上初の試みとなる今回の企画では、投票の中から上位ベスト3曲による AKB48 紅白スペシャルメドレーが披露される予定だ。候補曲は、これまで発表されたメジャーシングル50枚の表、対局に NHK にゆかりの深い3曲を加えた計53曲。投票時は紅白公式サイトから1曲だけ投票することができる。なお上位ベスト3は、紅白の生放送中に発表されるとのこと。投票期間は12月4日、月曜日、午後6時から12月30日、土曜日、正午までとなっている。第68回 NHK 紅白歌合戦、NHK 総合、ラジオ第1万2017年12月31日、日曜日、1915から234。と、中断ニュースあり関連記事、NHK 紅白、内村照義、有村架純、二宮和也が司会で20日を合わせ、3人の注目アーティストは、第68回 NHK 紅白歌合戦、初出場に死者も、TWICE、エレカシ、三浦大知、ワニマラ10組。第68回 NHK 紅白歌合戦、司会は有村架純と二宮和也、総合司会に内村照義。関連リンク、第68回 NHK 紅白歌合戦、オフィシャルサイト。